キープカームキャリーオンのポスター、キープカームキャリーオンとは、イギリス政府が第二次世界大戦の直前に、開戦した場合のパニックや戦局が悪化した場合の混乱に備えて作成した国民の士気を維持するための宣伝ポスターである。限られた数しか用いられなかったため、大戦当時はほとんど知られることがなかった。 このポスターは2000年に再発見され反響を呼び、多くの民間企業からポスターが発行された。また、小物や衣服の装飾モチーフとしても用いられるようになった。テレビの鑑定番組のアンティークスロードショーで、ロイヤル・オブザーバー、校の一員だった人物の娘が20枚のポスターを持ち込むまでは、政府が保管しているものを除けば2枚が残存しているだけだった。 キープカームキャリーオンは、1939年、来たるべきナチスドイツとの対戦で、パニックが起こるのを防ぐため、イギリスの情報省によって作成されたポスターである。250万枚のポスターが印刷されたが、結局わずかな数しか配布されず、国民の目にほとんど触れることがなかった。フリーダム・イズインペリル p アカーレッジ ナチスドイツとの緊張が高まりつつあった1939年春より、キープカームキャリーオンを含む一連のポスターが情報省によって企画された。ドイツとの戦争が勃発すれば、数時間以内にイギリスの大都市に対する空襲や毒ガス攻撃が行われると当時は予想されていた。イギリス国内が大パニックに陥り、国民が戦意喪失することを防ぐため、 強いメッセージを発するポスターを、あらゆる場所に掲示して、国民の士気の維持と強化を図ることが、これらのポスターの企画意図であった。このポスターのシリーズは三部作であり、Keep Calm and Carry On 以外には、Freedom is Imperial, Defend It With All Your Might と、You Are Garrettage, You Are Chiffelness, Your Resolution Will Bring Us Victory の二つがあった。この二作は、 第二次世界大戦勃発後に実際に掲示され、ユーガーレジのポスターが戦時下で最も有名だった。これらのポスターは同じ思考が凝らされた。情報省は街の雑多なポスターの中でこれらのポスターがはっきりと際立ち、強い心理的印象を与える、よう本と配色、スローガンの文面などを考慮した。ユニークで認識しやすいレタリングを用い、上部には 国王と国家の象徴である、チューダー・クラウンの画像が配され、人々に国王からのメッセージを伝えるようにデザインされた。ポスターの本格的なデザインは1939年6月27日から7月6日にかけて行われた。6月26日には、情報省と大倉省との会議が、27日には、情報省と国王印刷局との会議が行われ、 デザインの準備が始まった。7月6日にはラフデザインが仕上がり、ポスター案の中から3種類が最終的に選ばれ、8月4日に内務大臣によって決裁され、8月23日より印刷が開始された。ポーランド侵攻が起こり、9月3日にはドイツとイギリスは戦争状態に入ったが、ポスターの印刷はまだ続いていた。 キープカームキャリーオンは最も多い枚数が印刷されたが即座に街頭に掲示されることはなかった。このポスターは大空襲やドイツ軍のイギリス本土上陸など最も重大な危機のために温存されることになっていたとしばしば言われるが最初からそう決まっていたわけではなかった。ポスターは掲示に向けて各地の施設に送付されていたが宣戦線布告直後に ドイツ軍の大空襲が始まるという予測は外れポスターの出番はなかった。戦線下にもかかわらずイギリスとドイツの武力衝突がなかなか始まらないことから国民の心理も混乱というより退屈しているという調査結果も示されとりあえず深刻な大空襲が始まって戦意喪失の危機に陥るまでポスターは保管されることとなった。 キープカームキャリー鬼以外の2種類のポスターの掲示が始められたが政府や国民やメディアの間には大きな政府予算を投じたこれらのポスターの文言に対する批判が起こり心理的効果に対する疑問も提された結局1940年4月には保管されていた250万枚のポスターは廃棄されパルプにされ再生紙の原料となったこの後に起こったバトルオブ ブリテンやザブリッツといった国家的危機の際にもこのポスターが活用されることはなかった。バーターブックスに展示されている2000年に再発見されたポスターキープカーム関連商品2000年ノーサンバーランドのアニックにある古書店のバーターブックスでオークションで落札した書籍の箱の中からキープカームキャリーオンの大きなポスターが再発見された。 イギリス政府によって作成されてから50年以上経過していたため、王冠の著作権は消滅しており、パブリックドメインの状態にある。店がこのポスターを額に入れて壁にかけたところ、客からの反響が大きく、店では販売する代わりに複製を売り始めた。2005年頃からメディアに取り上げられて社会現象が起こり、このポスターを複製販売する業者が増えたほか、 このポスターの柄をあしらった衣服、マグカップ、ドアマット、その他様々な商品が発売され、パロディの題材と書かれているにもなった。このポスターが流行した原因は、イギリスの気質と光景に対する教襲にあると、エコノミストのコラムで指摘されている。それによると、このポスターは爆弾が降る中でも勇気と不屈の意志を秘め、紅茶を入れていたというイギリスの伝説的イメージを、 直接刺激するものだとしている。このメッセージは2000年代後期の世界金融危機やイギリスの病院で非公式なモットーとして用いられた。ポスターの画像を使った商品はアメリカの金融機関や広告業者によって大量に注文され、またドイツでも有名である。ありがとうございます。